こんばんは。こんばんは。早いもので今節で長いリーグ戦も折り返しとなりました。ほんとだね。もう今年も半分終わったと思うと驚き。さて前半戦最後の相手は勝ち点差1で順位が1つ上の藤枝。完全に余談ですが、藤枝は面白いチームの成り立ちをしています。ネット連動のチームという表現が正しいかわかりませんが、初期の頃はネット会員の意見で方向性やスタメンが決まるというシステムを取っていました。私もネットの無料会員で登録したことを覚えています。革新的なことやってたんだね。ですね。そんな藤枝は今季 J2 初参戦。しかし J3 で3年間対戦していたので特に新鮮味はありません。個人的な注目選手は水野大輔。おととしロアッソにも在籍したミッドフィルダーです。長く FC 岐阜でプレーした水野ですが、当時からいい選手だなぁと思っていて、岐阜を退団した時もロアッソに来ないかなぁと思っていたので、長い月日を経てロアッソに来た時は嬉しかったですね。ただしかしロアッソではあまり出場機会は多くなく、1年で藤枝に復帰、中心選手として久しぶりの J2 となっています。あとは小笠原もいるね。ですね。同時期に移籍した内山は鳥栖に移籍しました。得点ランク1位の渡辺を擁し、得点も失点も多い藤枝、乗せると厄介な相手です。ロアッソは出場停止明けの江崎がスタメン復帰、エルゴラで岡崎完全合流と記事が出ていたのでベンチ入りあるかと思っていましたが、ありませんでした。この時期の14時開催ということで、暑さとの戦いでもあったこの試合。開始からハイプレスをかけるロアッソ、中盤を圧縮して中盤で優位性を持とうとする藤枝の戦いとなりました。開始からロアッソのチャンスが2つ。しかし枠を捉えきれない。なんかこの時は嫌な雰囲気を感じました。そして藤枝は中盤から縦のミドルパスでロアッソに迫ってきました。個人的な見解では中盤の戦いは藤枝優勢。だけど、その中でも後ろでボール回せるロアッソが少しアドバンテージといった感じでした。ここまで中盤で回せない試合も久しぶりよね。おそらく藤枝のビルドアップの立ち位置からすると内山の引き抜きは痛恨だった、かもしれません。中盤のやり合い、その中で解説の言葉を借りればカウンターのカウンターで、ロアッソはフィニッシュまで行けました。これはほんと強みだったよね。奪った後にしっかりボールを保持できるロアッソに対して、そこで奪われる藤枝。そこが勝負を分けたね。ほんとです。そこで島村がデイロのパフォーマンスを見せました。前回の動画でも少し触れましたが、ドリブルでチャンスメイクするも、得点に絡めなかった島村が、大爆発。細かい話は置いておいて、1得点3アシスト。間違いなくこの試合のマンオブザマッチ。前回の動画で後半戦に向けて必要なのはウィングの攻撃力と言いましたが、この試合はそこが本当に良かった。このままある程度、島村がコンスタントに得点に絡んでいってくれれば、マークもきつくなり、サイドから上がってくる大本がさらに有効になってきますね。そして相原の圧巻の宮口抜き、地味にスーパー。あとこの前半で個人的に良かったのは、右サイドからの左サイド裏のスペース、への斜めのパス、おそらく久保の裏のスペースが空くことは事前にスカウティングされていたの、でしょう。前半で4例。そして後半は打って変わって藤枝ペース。まあそれは仕方ないよね。どうしても藤枝は前に出ないといけないし、ロアッソは引き込んでカウンターで構わないし、まあ実際に藤枝には攻め込まれたものの、最後まで体投げ出してブロックできたのは良かったです。ただまあ監督が言ってましたが、交代選手はあまり良くありませんでしたね。東山は何度か見せ場作りましたが、大崎は相変わらずおっと思わせた後に追うといった感じ。ゆっくりでは伝わらないニュアンスで言われても。そしてその後入った年田もこの日はボールが収まらず、なんか気づいたら大崎とポジション入れ替わってたね。ですね。どっちが原因だったのでしょうか。あと交代で入った藤田もなんか良くなかったですね。なんというか去年も時折感じましたが、藤田は途中交代で入ると判断の悪さを感じさせる時がありますね。そんな中で阿部がクローザーで江崎と交代で入ったのは一つの驚きでした。なんとなくカードもらっていた大西と交代かなぁと思っていました。今季は相澤の交代で何度か入ることはありましたが、江崎と交代で入った。これは大木監督からすると前節は手応えがあったということなんでしょうね。最後までゴールは許さず試合終了。
今季の昇格組にチームをアウェイで4連としました。前半戦終わって勝ち点は30、去年のプレイオフ圏内の勝ち点は64なのでいいところにつけていますね。順位は日曜の試合や岩田と清水がルヴァンの絡みか変則日程なので省略。さてまた余談ですが、この試合で藤枝のペドロがリーグデビュー。彼は外国人留学生禁止となったため、最後の世代となった学年です。修学館で同じく藤枝に加入したカウアンと共にプレイしていました。ロアッソの練習にも参加していましたが加入にはならず、元ロアッソで津幸とも一緒にプレイした大迫が強化部にいる藤枝に、加入しました。今は名前なくなったけどレオケンタやターレスとも同じ事務所だね。驚きですね。マネージメント会社の名前です。さて次節は後半戦初戦となりますが、その前にロアッソは天皇杯があります。前線だね。そういえば他のチームが天皇杯やった日にはインターハイの決勝だったみたい、ですね。できれば少しターンオーバーしてほしいです。平川と黒木、竹本は出ずっぱりなので、少し休ませてほしいです。特に平川はフルタイム出場。ともかく去年勝てなかった FC 琉球に勝って後半戦に勢いつけましょう。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。